ドイツのストゥットガルトという地方の交響楽団、すごく有名な交響楽団で最初に弦楽60奏を初めて組んだというグループの方々が、今日グループで来てくださいました。弦だけの合奏だったので、まず弦、今まで味わったことのない弦のこう弓と弦が擦れた時の熱い響きをまず感じてほしいな。それから4人とか6人で合わせるってことのその息遣い、呼吸の合わせ方、その気配りの仕方、そんなことが音楽を通してですけど、音楽に触れるっていうことで、そうやって仲間を大事にするとか、相手を気遣うとか、こう一緒に向かっていくとか、そういう息遣いなんかも感じてくれたらなっていうことを考えています。この発表会は初めてだったんですけど、ちゃんとできるか最初はちょっと心配で不安だったんですけど、本番にちゃんと全部間違えずに弾けたので、練習でいっぱい頑張りました。合奏する機会というのは子どもたちにとってなかなかすごく貴重な機会なので、そういった機会はぜひ今回の場で味わってほしいなというのと、広いホールでよく響く場所でみんなに見られてドキドキしながらこう演奏するというのもまた味わってほしいなということを考えました。できたらこれ自信が持ってたので、来年もこういうのに出たいし、これからもバイオリン頑張ってきます。